みんな大好き人物紹介。本日10月4日は高探検皇后の旧暦誕生日です。彼女は万暦帝の皇后で14歳で皇后となりました。本名は王記者と言います。身分はもともとそこまで高くなかったようです。皇后としては有能であったらしく、寵愛を受けていた妃にも寛容であったようです。しかしストレス解消に宮女や宦官に虐待を行い、死に至らしめたこともあると釈中誌に載っているそうです。ちょっとサイコパスっぽいですね。子供は女の子が一人のみでした。この時代は皇太子についてのいざこざが宮中であったのですが、長男の主上楽を支持していたそうです。1620年に56歳で亡くなりました。万暦帝も同年に亡くなるので皇帝に添い遂げたと言って良いでしょう。その後も万暦帝と同じ墓に葬られました。ご視聴ありがとうございました。